全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。この動画ではフルジアゼパムの効果と副作用について話をしていきます。まず効能ですが、フルジアゼパムは心身症における高血圧症や自律神経失調症などの身体症状、緊張、不安や抑うつ、睡眠障害などに効果のある薬です。比較的緩やかに効いてきます。このフルジアゼパムをはじめとするベンゾジアゼビン系統の薬は副作用が少ないため安全性が高いと言われています。用法については、通常成人は1日1回 0.75mg を3回に分けて服用します。症状により薬の量は増減されます。医師に指示された方法に従い服用しましょう。注意点として、フルジアゼパムを服用すると眠気や注意力、集中力の低下といった症状が現れることがあります。そのため自動車の運転などの行為は避けてください。重症筋無力症を発症している人は禁忌となります。高齢者は副作用が起こりやすいので、少ない量から始め様子を見ていきましょう。腎臓や心臓、肝臓が悪い方は服用の前に必ず医師に伝えましょう。他の薬と併用すると強く効きすぎたり副作用が出やすくなります。服用中の薬があるときは必ず医師に伝えておきましょう。服用中はアルコールを控えましょう。日常生活で感じる軽いイライラなどの解消だけを目的に飲むのは控えましょう。医師の診断のもとで服用する必要があります。医師から指示された用法・用量を守りましょう。急にひどい症状が出たときはすぐに医師に相談するようにしてください。服用期間中に自分の判断で飲むのをやめてはいけません。不安感やイライラを感じることがあります。前にこの薬を飲んで失神や発熱などの症状が出た人は使用を控えましょう。副作用としては眠気、倦怠感や脱力感などの症状が現れることがあります。高齢者は転倒する危険性も出てきます。車の運転といった行為も控えましょう。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。